おはこんばっちー、ハーチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじの続きやっていきたいと思います。今日はプロフィールを見ていきましょう。年俸15億8500万、めちゃくちゃもらっております。そして毎月の収入7830万、えげつないです。そして所持金8億超えにもかかわらず、いまだに賃貸マンション。なぜかというと、自家用ジェットを買いたいと思っております。30億円の海外まで行ける自家用ジェットを買って賃貸マンションに住むというのをおじいの今の目標になっておりますので、貯金を増やしていきたいところ。そしてファン人数もうすぐ40万人、羨ましいね、分けてくださいということで、趣味スキルダーツやっと最大まで上がりました。あとはドライブまた上げていきたい。そして麻雀、ブログ、釣りやっていきたいと思います。ということで今日も元気よくおじいやっていきましょう。では早速試合の方行きたいと思います。オリックス戦ですね。勝とうぜ、さあ行きましょう。金徳ミッション発動してて1日2安打打たなきゃいけないので、ちょっとねミート打ちで頑張りましょう。2安打打てたらね強振でもいいんだけどね。まずはしっかりと打つ。おい、縦スラだね、縦スラ嫌だね、こんな投げてくるの。おっ、あー、え、京田さんがオリックスへ。いや、どうしよっかな、どうしよっかな。作成、おい、危ない危ない、手が出ちゃうよ、あれ。よし、OK、まず1本目、だが盗塁ができない。さあ、まず1本打てたよ。よしよし、ランナーがいない、ランナーがいないなら普通に打つ。寸前軽い球一発負けう。作成、ちょっと待って、さっき縦スラが結構落ちると分かっていたから、うーん、もったいない。縦スラを読んだんだけどね。あともう1打席ありそうだが、うい、打たせろ打たせろ、甘い球ストレート、それうまい。よしよしよし、2安打2安打、オッケーオッケー。さあ行くか、うい、にゃーんで打つ。さあ逆転をした、同点、これは一発狙いましょう。お、中崎さんや、待って、対左 A だったら OG こっちにしよう、右打席にしよう。いやー、びっくりしただけじゃん、びっくりしただけじゃん今中崎さん。さあ延長戦で勝つ、負ける、さよなら。勝ち越したのにね、最後逆転されたわ。まあとりあえずマルチは続いたから OK です。しっかりとミート打ちね、2安打できるまではしていこう。ではとんかつ屋行きましょう。とんかつ屋、初めてのとんかつ屋、おい、なんか寿司屋みたいな感じじゃん。そしてこのおばさん、こんな服着てとんかつやってんの、ちょっと場違いだね。どんな店だ。うえい、レベルが上がる。お、絶好調になる。よしよしよし、打ちたい打ちたい、打ちやすくなったね。よし、まずはしっかりと出塁する、ヒットを打つ。うえい、シュート、オッケー、しっかりと。あー、このピッチャーね、二刀流のピッチャーだね。横変化しかないからな、これ強振でもいける気がする。だがまずは1本、うい、京田さん、あれだね、中日の京田さんだね。うまい、よし、さあ三塁行ってくれる。よし、盗塁盗塁、よっ、うい、外されるけどセーフ。よしよしよし、さあ2本目いこう。ピッチャー変わって黒木、黒木といえばジョニーや。うわー、スライダーが曲がった、めちゃくちゃ曲がった、マジか、やばいやばいやばい。今3打席終わった、ここ打ちたいね、ここ打ちたいね。シュートが狙い目だったか、オッケー、シュート、よし、いやー、う、
これはこれはどっち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 ヒット、 OK、 ラッキーラッキーラッキー、そしてタイムリーになる。いや嬉しいやつ、走る、よし OK。 さあラッキーヒットをもらったので、これで気は楽になった。1日2本今日は達成なので、おお、うわアウト。いやファンサービス、ちくしょう、ファンサービスでどっかぶつかって戻ってきたら面白かったのにと思ったのに。3-3-2、どうどうどう、あー足が速かったな、守備範囲広いね秋山さん。 OK 解消、いいでしょう。とりあえずね2本ラッキーヒットがでかかった、あれがなかったらミッション終了してた。あぶねー。ということでまだある、なになになに、4月を振り返る、20勝9敗、 OK やったぜ。 MVP 月間 MVP、 諸田で MVP、 千里から電話、あですよねですよね、そう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 、いつも通りいつも通り千里から優しいコールがかかってくる。お、お土産優しいね、食い倒れプリン、そんなのあるんだ、有名な人形を模して作ったプリン、そうなんだ、食べたことない。今度はたこ焼き屋行きたいと思います。たこ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 、めっちゃボロいじゃんここ。これだったら1万円、嘘だろ、800円でいいって。タコ、うえい、調子が上がる、ミートが上がる、なんでだ。ということでいきましょう、さあいきましょうか。おっと山本さんってさ、栄冠最強キャラの、おいストレート、栄冠最強キャラの山本さんじゃない、変化レベルがそのまんまで出てくるという、あーマジか、頼む、えい、肩が弱ければな、うん、単純におじいの足が速ければ、おおお同点、うわタイムリー打ちで、タイムリー打ちで、てかヒット2本打たなきゃね、やはりやはりヒットは打たなきゃミッション終わってしまうから、即意識、おい、あー打球がわざと上から叩いてんだけど打球が弱えな、ポップフライ、よっしゃー強振、いいね飛んでった、いいぞナイスホームラン、いやもしかしたら今日強振当たる説ある、いやでもでもあと1本普通に打たなきゃ、おいめっちゃミートした、待って落ちるのは手出したくなかったんだけどね、よし落ちるのを打った OK ラッキー。さてともう1打席、これホームランでやっちゃおう、えい、強振全然合わなかったわ、高い高い高い、アウト。さてとよし勝った、よしとりあえずねおじいも2安打打てたしチームも勝ったし OK です。いやーこれ結構連続マルチって怖いね、1本じゃないんだもんね、おい、あマジかスパイク穴開いた、これはまた電話しなきゃいけないやつだ、待って待ってすぐあるかな、すぐに行動があればいいのだが、うえ10万やめよう、10万、さてと移動か、そしてすぐに試合、マジスパイクがないと総力が、さあいきましょう、てれてて、高梨さん、そこよ、うまいうまいうまい、西川足が速い、うまくはなかった、足が速かった、おっと3点取る、うわーこれこれはタイムリー、タイムリーがいい、犠牲フライじゃダメ、ヒットヒットとりあえず、意外と球速えな、150だったんですよ、うい133、変化球が優秀だからね、いや下から叩きすぎてるか、うわー犠牲フライじゃダメなんだ、肩弱い、
おい、こっち裏だからな、もしかしたらね、9回回ってこない可能性あるからね。これはちょっと強振でいくか。いや、ミートだな。いや、失投あるか。コントロール F で、よっしゃ、ナイス。とりあえず1本目、とりあえず1本目、ヒット1本目、ホームランだけど1本目。よしよし、あ、今日強振はまるかもしれない。でも盗塁がな、ちょっとできてないっていうのがな。これミートでいこう。うい、うわー、失投あんのかな。打たせて、マジ打たせて。ここで一歩打てると楽。よし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 、三塁いけ、三塁いけ、よしよし、盗塁いける、盗塁。あ、でもスパイクがない。いやー、打つか。よし、とりあえずまた2本打てたから強振しよう。入ってくるっしょ、うまい。いやー、うまく打ったのにな、うまく打ったのにな、勝ったけども。大勝 OK です。とりあえずまた打てた。いやー、ほんと毎日ギリギリのね、2安打だね。うわ、どこまで続けられるか。これちょっと電話してスパイクもらいたいと思います、盗塁するためにはね。うい、待て待て、電話させろよ、電話させてくれよ。さあ行きましょう。電話をさせてくれない、なかなかきついね。てか移動の間でも電話はできるだろう。チャッチャラチャ、教えておじいさん、教えておじ、よし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 、これでこれでリーチをかけた。あと1本、あと1本、よし、ナイス。とりあえず1本打って、もう1本、これちょっと強振でいこうかな。変化レベル小さいし、ランナー1、2塁、解散なら、解散なら普通に戻ってきてくれるはずだ。いや、ホームランでいいんだ、ホームランでいこう。うおー、差し込まれた。うわー、ミートでいけばよかったかな。いや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 、打席を回せ、打席を回すんだ。ピッチャーがおった。うい、縦スラが3、オッケー、縦スラはやめよう。いよ、マジか、マジか。うわー、あと2打席あるかな。頼む、1打席早めに、早めに。よしよしよし、打とう打とう。ツーシーム、4-2ですね。またピッチャー変わって、ツーシーム、ツーシームを普通のところに投げてこい、ストライクゾーン投げてこい。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。やだ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 、それはまずい、それはまずい。わざとバット振ります。これで勝負してくれるでしょう。いや、ボール球なんだけどね、ヒット打たなきゃいけないから振らなきゃいけなかった、ファールになってくれなかった。よし、さよなら行こう、さよなら。おい、ビビってるな。よっしゃー、やったー、これで2本だ、最高の結果を出した。あー、こわ、ハラハラしすぎだろう。オッケー、解消。いやー、よかった、5-2。よし、そして盗塁も決められてたんだけれども、恐怖のさよなら男だね、これはね。盗塁決められてたんだけど、やはりスパイクがないとね、きついですね。ではセールスマン春山さんに電話します。これでスパイクを持ってこいというスパイク、お願いします。よしよしよし、さあまたつけよう。ということで、おっと、調子が下がる。こちらオジーモデルスパイク、走力プラス6、肩プラス6、盗塁成功時に確率で走力プラスプラス、肩プラスプラス、こちらをまたつけます。では本日最終戦いきましょう。さあ行こうぜ。薮田さん315、結構やだな、結構やだな。うい、それとなるべく初球で終わらせたいね。一球入魂がある、落ちる、よしよしよし、いいよ、1打席目に打てると楽。グッド、
で、OK、さあ、逆転される、されるけども、打てばいいんだ、おじいが。うわー、入ってる、嘘だろ、嘘だろ、今のは入ってないだろ。あれ、ツーストライク、OK、ツーストライクだったら抗議だったね。OK、ゴー、グレート、よし、OK。さあてともう1本打ってこれ3盗塁させたいな。ミッション3盗塁あったのでチャンスはここだ。いやーダメか、ロイに出られない。待て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 、まだあるよな。これが多分ラストチャンスになりそうだな。でも次のバッターバントしそうだな。よし、 OK、さあ走れ走れ、うい、いった、オッケー、ミッションクリア。おっと勝ったぜ、勝利ありがとうございます。いい勝利だったぞ。3盗塁もできたしミッションクリア。これスパイクくれないかな、スチールスパイクくれないかな。監督が神であってほしい。ケンケン、クリア、よし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 。何くれた何くれた、え、いや何もくれないの、嘘だろ。あ、星3だったわ、星3だった。丸2、今度は5回成功させるで星3とか嘘だろ、それは嘘だろ。青バット青バット、いやこれ青バットでしょう。意味が分かんないんだけど、盗塁5個で星3ミッションってなんだ、謎すぎるだろう。すき焼き屋行きましょう、今日初めてだね、すき焼き屋行けたのね。おお、山本和さんじゃないですか、マジソフトバンクの OB バンバン来るじゃん、めちゃくちゃ来るじゃん。おい、ほんのりパップ。いやー、パリーグのね OB 全然見てなかったので、こうやってねやっと出会える喜びですね。おしよしよしよし、ということで最後移動あるかな、ないかな、移動ですね。西武に行って休む、ということで、お電話、誰誰、もしもしあなた、待って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 、3人目とか言わないでね。この前のパート3人目作ろうって言ってたけども、うわー子供の日だった、忘れていた。わあ、いやー3人目欲しかったな。いやー子供たちの健やかな成長を感じ元気が出た。うわーちょっと期待したな、おじもう頑張れないのかな。本屋こちら進めたいと思います。星つくので何も買わずに帰る。よし、これでね最大になったってことかな、最大になったね。 OK、 で100万円もらってファンが1000人増える、いいね。ということで今日はここまで、なんとすでに34盗塁、えげつないね。5月5日ですでに34盗塁はすごいんじゃないか。ということで新しいミッション青バット4安打打つというのが来ました。頑張っていきましょう。ということでまた次回のおじいもご期待ください。バイバッチ。